戦国武将紀行、武田家臣小山田信繁公、笹子峠でちょっと撮影しようかなと思って、ちょっと時間がないんで今日はここにします。ここは矢出しの杉で、笹子峠のこの見に行くとですね、笹子峠、つまり笹子峠から降りてくるとここを通ると、そして矢出しの杉、矢出しの杉というのは、武士が矢をですね、いかけたというか的にした大きな太い杉です。それについてはもう一本見て出しますのでご覧ください。山田信繁公といえばですね、その笹子峠で旧来であれば、要するに武田を裏切ったとされる、勝頼公を裏切ったとされるですね、その笹子の封鎖と、笹子峠にはですね、もともと郡内と国中、私もよく小山田氏と穴山氏と、あと武田本家の連立政権って言いますけど、敵の国ではないんですけど、一応関所というかですね、もともとそういうのは置いてたみたいですので、別に勝頼たちを、とどめよくというか、その入れさせないためにわざわざ作ったわけではなくてですね、よくドラマなんかでも、簡単な門番みたいのがいてですね、あれはもともとあったようですし、武士同士というよりも武士以外の方、ちょっと国中に入っていくのですね、郡内方面っていうのは相模とか関東に広く通じてますから、いろんな方が入るわけですよ。関所とは呼ばれてないですけど、それに近いようなところでですね、他にももちろん小田原北条氏みたいにですね、甲州と行き来するときは、三坂峠という大きな峠があってですね、そちらも随分使われてたみたいですから、必ず笹子峠でないと通れない、いけないってことではないんですけども、最短距離ということと、今でこそ車で簡単に行けますけど、峠としてもそれほど急峻ではなくてですね、女性や子供でも通れると、そういうことの場所になりますので、要するに最近ではですね、信繁公が、その封鎖はなかったということなんですけど、もともとそういう場所ですから、なんていうんですかね、そのいろいろな考えがあると思うんですけども、ちょっと勝頼公に触れますと、勝頼公たちもこの笹子峠を逃れていったという説もありますし、私は大菩薩の方から上州へっていう説を取ってるんですけど、でも考えられなくはないですよね。松姫たちもこちらを通ってるわけですから、その封鎖がなければですね、小山田氏がそのいくら、勝頼公たちを、おそらく私は勝頼公たちは生きていたということを説を前提に考えてるんで、そうするともちろん封鎖もないですし、封鎖というよりもここでですね、要するに勝頼たちが反対側に、逃げていったと、軍内行けなかったということであればですね、それは織田方に当然耳に入ればですね、これはもう追い込めると、小山田氏がもしですね、信繁公が、当主として、武田氏を裏切るんであれば、いつでも変な話、勝頼公が近くにいたわけですから、撃つこともできたわけですよ。それこそ最後笹子峠の直下では100人もいなかったようですからね。本当に小山田の一回軍内に帰ってますけど、岩戸の山に入ったんでしょうけど、軍内の軍勢を結集すればですね、取り囲んでこの笹子峠で、追いかけてて待ってるわけですからね、一応待ってたということになってますから、撃つこともできるわけですよ。それもせずにですね、随分こう悠長というか、今で言ったらタイムラグがあるんですよ。それ小山田氏は何をしていたのかということですね。信繁公はなんでそんな時間が経ってから織田にね、その許しを請うというか、何の功績もないわけですよ。例えば、勝頼公を打って見印を持ってたとか、そういうことではなくて、ただ時間を置いてですね、様子見て、織田方としたらですね、特に信忠っていう人は厳しい人ですから、主家を裏切っといて、勝頼公も助けず、見捨てたわけですよ。天目さんは身代わりというふうに考えてますけど、それの後にのこのこ出てきてですね、実はちょっと味方したいんで、お味方に加えてくれと、虫のいい話ですよね。そんなはずはないんですよね。信繁公はやっぱり忠義の武将ですし、長篠以来やっぱり勝頼公の、穴山梅雪もそうですけど、右腕と言っていいぐらいの方だったわけですよ。確かに血のつながりで言えば穴山氏にはかないませんけども、信繁公を別に褒めたたえるわけじゃないですけど、やっぱ知性派タイプですし、知有兼備の武将として私は考えてますので、そんな方が何もせずに、岩殿の山に引きこもってですね、織田軍が来るのをどうするか、ああするかと、そういうことでもなかったと思うんですよ。つまり松姫たちや勝頼公たちが、逃げて、落ち着き先から連絡が来たか分かりませんけど、おそらく勝頼公たちは、逃避行私やってますんで、信雄公もそうですけど、上州、また真田の里へ行ったというやっぱり伝承がありますんで、それから四国ですね、
だからそのことをですね、やっぱり小山田信繁が助けなんだと思います。ですから信繁公が裏切ってないというイコール、松姫や勝頼公、信雄公が生きていたという証にもなると思うんですよ。ここで封鎖すればですね、それこそ、松姫たちもですね、まあ、自分の、まあ、あの義理とはいえですね、一応孫娘がいましたので、まあ、人質に取られていたわけですけどね、母親を救出すると、まあ、直接血のつながりはない、まあ、あるんですけど、京来獅子の娘さんですから、まあ、孫娘と言われてるかぐ姫ですね、がいたわけですから、そういう人たちを助けて、勝頼公たちのことも助けてだと思うんですよ。でそれが全部落ち着いた頃にちょうど出て行ってると、3月24日ですか、まあ実際首を打たれたのはその日か前後だと思いますけど、善光寺ですね、信忠のもとへ行けばですね、それはまあ許してもらおうというよりも潔いというか、まあ戦う気なら岩戸の山にこもった方が、どうせ討ち死にをするんだったらのこのこ出てって斬首打ち首なんていうのは、まあ、恥ずかしいですよね。なんでそんなことしたのかなと。だから結局勝頼公たち松姫たちを逃してですね、もう最後のそれが忠義だったんじゃないかなと思いますけどもね、ちょっと分かりませんけど。だからその裏切る裏切らないっていう部分はよく評価がそういうふうに分かれたりですね、その裏切るってどこから来てるのかっていうのはこの笹子峠の封鎖だと、じゃあ本当に封鎖をしたのかどうかと、やっぱりどうしても記述が残ってるもんですから、それをやっぱり後世の特に江戸時代とかですね、大きく伝えてしまうわけですよ。まあそれによって、笹子峠封鎖というのがもうドラマでも数々取り上げられてですね、まあ、最近ですと真田丸とかですね、もう典型的に笹子峠で追い返されてると、でその後天北山で地震と、まあ、史実通りというか伝わってる通りになるんですけども、まあ、それにしてもちょっとおかしなことが多いですよね。私は別にどなたの不安というか、まあ、確かに武田寄りの人間ではあるんですけど、なんていうんですかね、小山田公がどうのこうのっていうその評価についてもですね、やっぱり見直、まあ、今は検証会っていうのがあるらしいんで見直されてるようですけども、本来そういうちょっと史実がどうしても事実が少ないですからね、資料がどうしてもそういう一部の資料があると、それに色付けをしてですね、まあ、脚本っていうんですか、まあ、ドラマですから物語ですからしょうがないんですけど、それを大きく取り出されてですね、まあ、最近ではそういう封鎖はなかったということがかなり立証されつつ、立証されてるんですかね、ということで大月の方ではですね、やっぱり信繁公は、忠義の武将だったと、裏切ってたんじゃないということを言われてますので、まあ、私もどちらかというとそれに近いと、それによって、勝頼逃避行、信雄逃避行、松姫は生きてましたからね、松姫逃避行と、それが笹子峠なり大菩薩なりルートはともかくですね、立証する理由になるということでちょっと話をしました。小山田信繁公でした。